斉藤記念オーケストラとアナ・ソフィ・ムッターが最初に今度初めて共演するんだそうです。それを僕が指揮するんで大変楽しみにしてます。アナ・ソフィ・ムッターとはカラヤン先生がアナ・ソフィ・ムッターの最初のレコーディングをした時に僕のことを呼びつけて、俺がこれ終わったらお前が今度やれと言うんで、ラロのスペイン交響教師曲というのを僕がレコーディングをパリでしたと思うんですけど、それが最初なんですよ。アナ・ソフィ・ムッターとはもう素晴らしいです。彼女はカラヤン先生が惚れ込んだだけのことあります。